どうやら先端が開かれたようじゃな。待つのは辛いです。戦いの前のこの時間は何度経験しても好きになれません。落ち着きなよナーゴ。乗り手がそんなに緊張してたらその子だって怯えちゃうよ。大丈夫、私たちならやれる。勝てるよ、絶対に。はい。よし、敵は誘いに乗ったようじゃな。同盟軍の本体が奴らを引きつけている間に一気に橋に取り付くぞい。メナーゴ、お主にアラミゴ解放軍の軍旗を託す。隙を見てグリフィンで塔を目指し旗を掛け替えるのじゃ。了解です。どんなことがあっても必ず。行くぞ。天に戦星は輝いた。攻撃開始じゃ。
強い。私はもう迷わない。どんな壁だろうとも打ち砕いて前に進むだけだ。見なさい、あの旗を。勝ちどきをあげるのじゃ。バカな、まだ勝敗は決してなど。リセ、もうよい。深追いはならんぞ。わしらは勝った。今はそれで十分じゃ。なぜ軍旗が。まさか拠点が陥落したというのか。この戦、我らの勝利である。これより残敵の掃討に行こう。残らず引き連れせ。ひとまず戦況を離脱せよ。退却、退却だ。フォルドラ隊長、出撃していた第4歩兵大隊が総崩れの模様。このままでは敵のさらなる増援が。撤退しましょう。バカな、未だ戦力では我らが上なのだぞ。敵の関係に踊らされ浮き足だってどうする。ここで引くような敗者をゼノス様が許すものか。しかし後輩のアナンタ族が騒ぎに便乗して離反すれば、我々は退路を断たれます。再起のためにも一度引いてから立て直すべきかと。泥水をすすり売国度と罵られながらも、ようやくここまで上り詰めたというのに。ええ、遺憾だが撤退するぞ。例の娘を連行するのを忘れるな。Thank you.
まだこれはほんの一歩に過ぎないけれど、アラミゴの土地を解放できたんだね。
来てくれたんですね。ようこそ私の故郷メゾクの里へ。それで被害の方は大丈夫だったのかい？ええ、幸い里は無事だったのですが、アナンタ族の方に問題が生じたようで、助けを求める使者が来ています。ぜひ皆さんもご一緒に。何があったの？話を聞かせてくれる？シュー、ありがたい。帝国軍とカリアナ派の間で一悶着があったのだ。カリアナ派というのはアナンタ族の中でも最大勢力を誇る一派のことです。アラミゴ解放軍に協力してくれている彼女たち、ウィルル派と違い、カリアナ派は戦いを望みません。帝国に心中を誓って領地にこもって暮らしていたはず。シュー、その通りだ。誇りを失ったカリアナ派は戦うのをやめ、帝国軍に屈して久しい。だがそのカリアナ派に対して新たに黒き橋を治めることになった帝国の女戦士が人質を差し出すように求めたのだ。ドクロ連隊のホルドラだね。でも解放軍に協力してるのはウィルラ派なんでしょ？なんでカリアナ派に人質よこせなんて言うのさ。帝国人は我らアナンタの文化を理解しようとはしない。無知な奴らにカリアナ派とウィルラ派の違いが分かるとも思えん。ベロジナ川の東岸に住むアナンタ族が離反した場合、橋の帝国軍は西岸に陣取る我々との挟み撃ちになる。それを警戒したのだろうが、人質を差し出したのか？差し出した。それも族長の娘を。娘を愛していた族長はそれからというもの、来る日も来る日も黒き橋を見ては涙を流していた。だがその橋をお前たちが落とした。戦いの様子を見ていたカリアナの族長は直ちに仲間を率いて逃げてきた帝国軍の前に立ちはだかった。そして求めた。直ちに娘を返せと。あのホルドラがすんなり人質を返すなんて考えられないね。残念だけれど。シュー、まさにそうだ。帝国軍の女戦士は人質の返還を拒否した。むしろ族長の娘に剣を突き立て道を開けろと迫ったのだ。片や族長は娘を返すまで動くものかと譲らない。そして悲劇が起きた。まさか。大勢のアナンタに囲まれて恐れをなした帝国軍の兵が族長の娘を切りつけたのだ。族長の娘は多くの血を流して死んでしまった。なんてこと。
だが悲劇はこれで終わらない。族長は呼んだのだ、娘を死の底から引き上げるために。いやし司る我らが女神ラクシュミよ。神おろしに手を染めたというのか。シュッ、そうだ。カリアナの族長は戦いと誇りを捨てたふぬけ、悲しみに耐えかね神にすがりついたのだろう。目の前に降臨した美神ラクシュミを見て、帝国軍の兵どもは慌てふためき逃げ去った。こうしてアナンタの土地に死んだ娘と神が残ったのだ。勢いづいたカリアナ派は我らウィルラ派に対し神を詣でるように求めている。だが美神を信奉している我らとてしもべになり下がるのは嫌だ。それであなたは助けを求めに来たのね。シュッ、そうだ。アラミゴ解放軍に参じた同胞から聞いている。お前たちの中には神狩りの英雄がいると。事情は理解したよ。新たな蛮神が召喚されたとなれば無視はできない。対応策について話し合わせてもらうよ。